kapituliere niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Es geht für das ist uns umstehen. Вот Артём Сафронов, я исполнительный продюсер проекта World of Tanks Blitz. И ребята только что познакомили вас с основной механикой новой фичи, которая нас ждет в обновлении 3.8. Но это лишь начало. Мы планируем опубликовать большое количество гайдов, статей, информацию про пресеты, видео, чтобы целиком и полностью донести до вас ту мысль, которую мы закладывали в данную фичу. На мой взгляд, это супер круто. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! はいどうも皆さん、チスチス。最近寒いけど、まだ寒いですね。寒いけど寒いってなんだよ。さて、今回持っていくのは、イギリスピア90戦車。カンフォア。通称、イギリスの本領発揮。それ通称なんか、基本性能をドン。まず、車体走行ですが、カナ軍の車体とほぼ一緒。しかし、上部は傾斜込みで260ミリ程度と硬くなりました。しかし、車体下部は以前薄く、頼りになりません。ヘッジとかも貫通する引きをつけたいですね。サイドスカートはしっかり20ミリの走行として機能、油断、ヒート耐性はあります。砲塔は、実は初期砲塔より柔らかくなっています。マジ？思ってるあなた。見ての通り、現代的な形をしているので、実質的な走行圧は増えています。増えてはいるんですが、まだまだ薄いのでカチコチではないです。イギリス、さあ、地方には120ミリ砲を装備、ようやく低単発地獄から抜け出し、単発400の地砲を手に入れたわけです。DPM は飯と装填込みで2715と、ピア90戦車にしては高め、貫通力は十分あるので、装填棒でいいでしょう。油弾がヘッシュ扱いだから、貫通が120ミリあるのもポイントですね。即背面を取ったら、積極的に狙っていきましょう。初動は定番のこのポジションから。そう、この子、攻略サイトなどでは高精度、とか書かれているんですけど、確かに、数値上では精度はかなりいいです。しかし、イギリス戦車はなぜかラッキーのプレイヤーに感じる気がちなので、結構精度はいいですね。ちなみにこれは私が数々のプレイヤーの発言をもとに発言しています。嘘だと思うなら、あなたも開発してみよう。と言いつつ、イギリス戦車は基本の銃を引き継げないので、コンカラー君は最終砲と最終砲塔で11万経験値も必要です。すごいね、イギリス。よって、コンカラー君を開発するのはかなりの変態かコレクターのみというのが現状です。初心者の人はおとなしくソ連やドイツを開発するからね。話がそれましたが、戦況はかなり有利ではあります。有利なポジションを取れてはいますが、味方がここに集中しているので包囲される前に押し上げたいですね。ナイスボタン、北陸地区が構えていると思うので警戒しつつ、前線を押し上げていきます。ちなみに余談ですが、この子の立ち回りとしては、基本的には重戦車運用。ただ、説明した通り走行圧が薄く、代わりに飛行性能があるので、時には中戦車の支援をした方が、刺さる場合もあるってことを覚えておくといいかもしれないですね。正体で運用するときは、相手と一緒に中戦車側を押し上げるってやると良いかもしれないですね。そんなあなたにお役立ちアイテム。海洋型エンジンブースター。ニトイモン、これはどういう道具なの？これはね、エンジン出力を15秒間 1.5 倍にしてくれるものなんだ。最高速度を全身8キロ、高進出キロまで引き上げてくれて、旋回性能も 10% 向上するんだ。こういった、機動力のある重戦車で一気に前線を押し上げたい時や、鈍速な戦車で、撤退したい時なんかにも使えるんだ。いやまあなんとなくで付き合ったけどさ。何これ見たことないか。なお、ほらしい。僕のことバカにしてんの？僕かってね、真面目に編集してるんですよ。バンバンだわ。あの怒りを敵の SD 地区にぶつけるのかわいそうだと思う。失礼しました。ニトイモンが出てきてしまいました。マップを見てもらったらわかる通り、裏から敵戦車が回ってきているのがわかりますよね。つまり、このままここで立ち往生していれば、負けるってことなのでとにかく前線を押し上げます。相手は中戦車で、隠蔽を生かしてペチペチ削っていたのか味方は割と溶かされ気味。とここで海洋型演武の使いどころさん。逆マウスことイロハ君に急接近。一発ぶち込みます。回してもよかったですが、ヘルスを残したいのでちょっと控えめに。相手は味方の方を見ているので、装填が終わり次第撃ちに行きます。リーク狙って、車体下部にぶち込んでやるぜ。シャキッと。おお、抜けた。あ、抜けてねえし、なんで抜けねえのよ。完全に遺体に吸われててくさ。もういいや、一発もらってでも横を確実に撃ちに行くわ。うん、あさくさ。今度こそよく狙って、ここかな。ほやっと。戦場はちょっとまずいどころのまずいさんですね。味方はどうやら全て溶かされ、残りはあの一緒に前線を押し上げてくれた稲子くんだけに。相手は全て中戦車、隠蔽や機動性で負けてる分布が悪いですね。
ね。うむ、今は一両でも潰すことを目標に立ち回りたいです。むむ、なんだこいつ、ワッチャー AP 君がバカと気づいたので初投稿です。あれこれもしかしてチャンスなのでは、もしかしてチャンスってやつなのでは。あいつ図高くない？どうする兄ちゃん、ショスワッチャー君は隠蔽がいい上にオートロだから今逃がすとヤバい。ここはバッチリと弾いていく。ラムアタックでしっかりとダメージを与えつつ、装填が終わり次第落ちます。じゃあ最後の一発くれてやるよ。ほらよく狙って、ここは確実に AP で。ナイス撃破。ここは特に何事もなく2両撃破できたので初投稿です。結論として、コンカラー君は立ち回りが難しい戦車のように思います。投稿がなくて飛行性能が高い重戦車はいろんなことができる分要求されることも増えるからね。別に今回はおすすめできないけど、次何開発するか悩むって人や振り気余ってる人は開発すると幸せになれないよ。なれないんかい。今なら多分 60TP の方が幸せになれると思いますよ。というわけで、いつまでも悲しい運命コンカラー君でした。それじゃあ最後スタバ君に狙ってとやっと。ナイス、これにて戦闘終了です。夢感じ。結果は5135ダメージ7両撃破で M バッチラシェ獲得です。おめでとうございます。総評は、長所は特殊消耗品が使え、飛行性能が高く機動性も高いところ。短所は必要経験値が多く、走行も柔らかく精度もガバガバ、完全にド M 向け車両。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくね。バイバイ。